全国のモルックファンの皆さん、おはようございます。モルックフランややパタタスハルスニジオ KT です。今回はモルック世界大会 in 函館本戦ベスト192-64決勝トーナメントの第1回戦をお送りしていきました。対戦カードは騎手大成、フィンスカゴールド、ややオーチェ、この3チーム戦ということになります。そしてフィンスカズゴールドはオーストラリアからの参戦チームといったところになります。さあ、世界大会からもう1ヶ月近く経とうとしているんですが、もうちょっと素材がありますということなので、まあ、ちょっとずつ公開していこうかなという予定です。まあ、久々に自分の試合ですね、これは。周り人の試合ばっか撮ってるんですけど、ヤヤオーチュが、まあ、奥がいて、そして、オーチュネクストというチームと、まあ、今回は混合で函館に出ましたといったところになります。3チーム戦での150点ゲームと言われている、ゲーム。この試合形式は3セットの合計点が最も多いチームが、1チームだけ勝ち抜けということになります。ファーストセット、騎手大成が12点を獲得して、試合が始まっていきます。モルクとは改めてスキットルを倒し得点を重ね、50点ぴったり到達するとセット獲得になる、そういった競技であります。そしてこの1回戦ルール、先ほど申し上げました通り3チーム戦で合計点で上位1チームが通過ということになります。ターンは無制限ですが、制限時間が、全体確か60分ですかね、がありますので、3セットも60分以内に終わらせないといけないといったところになります。途中で終わるとその時点での得点で競う形となります。フィンスカルズゴールド、まず7点を獲得してスタート。オーダー、騎手大成、モンキー選手、ヒトシ選手、ミハル選手、ダイゴ選手、ヤオーチェ、オチェイ選手、隠しといた貝塚、太郎選手、モッカ選手、そしてフィンスカルズゴールドはちょっと全員分名前取れませんでした。ちょっと資料が残ってなかった、すみません。3番手になっているヤオーチェは、まず先頭、オチェイ選手が立ちます。まあ、7番が、ね、いきなり距離出されてしまったので、ここはまず5番から獲得していくといったところになります。まあ、この時点で1ターン目でまず点差はちょっとつくんですが、なんとかこらえていきたいといったところですね。まあ、騎手大成はここは先行のセットになりますので、まあ、どれだけ点数を取って、50点を取って、かつできれば点差をつけたいといったような、セットになります。まあ、3セット合計点という形なので、一番大きなポイントとしては、点差を取られないで次のセットに行くことなんですよね。最後の第3セットが始まるまでに25点差以上ついてしまうと、まあ、かなり3セット目で逆転をするのが難しくなってしまうので、まあ、負けていてもその点差内で抑えると、まあ、いったようなムーブが大事になってきます。フィンスカルズゴールドは5点を追加して12点。ヤヤオーチェ、これ5点がね、かなりめんどくさい場所に入ってしまったので、バックハンドで持ちます。隠しといて貝塚、ここはバックハンドで6番、なんとか点数をもぎ取っていきます。手前からね、取れる点数がほぼない状況になってしまいましたね。この中で他2チーム、そしてヤオーチュ3チーム、どうやって立ち回っていくかというところですね。ある程度はフォルトをしてもいいので、遠くを狙いに行くっていうことをしてもいいかなといったところですが、騎手大成、三原選手はまず3点、これを獲得してきます。ソフトブレイクですね。まあ、ただ大きな点数が出ていないので、相手もカウンターができないという状態で、フィンスカルズゴールド3番手。左側奥には5番、そして右側奥には7番といったところ、こちらもソフトブレイク。まあ、やはり出さないようにといった立ち回りにどうしようもなってきますね。まあ、フィンスカルズ、オーストラリアのチーム、まあ、国別対抗戦とかね、いろんな練習とかを見ていると、結構リスクをね、あまり取りたくないプレー、まあ、安全に立ち回っていくっていうのを、まあ、好んでする。全体としてのね、雰囲気がありますね。さあ、ヤオーチュ、ここは縦で持っている、太郎選手。ここは9番捉えることはできず、触っているんですが、倒れませんでした。まあ、どうしても、こういった縦だにで、大きいです。狙っていくしかないっていうような、まあ、形にはなってますね。さあ、4ターン目、騎手大成。ここは、手前か、それとも後ろ7番。ロングレンジ、コートを広く使っていきます。まあ、コートを越えて、エンドラインの11メーターに張り付く形になりましたね。これで27点。フィンスカルーズゴールド、バックハンドで、まあ、ここは2本以上なってもいいような投げ方をしていきましたね。まあ、騎手大成は995番といったところがあるので、まずこの9番に被せていくような形になりましたね。
で、ヤヤ王者はモカ選手。まあ、ここもやることがないような形になってしまいました。一つフォルトがある状態なので、まずはソフトブレークでカバーをしていきます。この右に出た2本っていうのが1番と6番ですね。まあ、2桁とか、かなり大きな数は出なかったといったところですね。騎手対戦9、9、5番だったんですが、9がかなり隠れてしまったので、まあ、他のところから点数を重ねていきたい場面になってきます。1番手に帰って、このモンキー選手。グラウンダーで狙っていったの5番見事捉えていきます。これもエンドライン張り付きですね。いや、かなりね、コートを広く使っているっていうのが、騎手体制、ここまで機能してますね。対してフィンスカルズゴールド。まあ、やることがね、こちらもなくなってきたっていうような場面ですね。かなり難しいコートの形になっていますが、ここは6番を取っていきます。1番巻き込んでもおかしくないような形だったんですけど、まあ、6点だけなんとか取ることができたといった形ですね。ややウォーチ、これも苦しい形。安全圏の点数が全くないといった状況が続いています。その中で縦で持っている落合選手、ここは10番軽く触れて優しく倒せ。まあ、起死回生の10点ですね、これは。これが取れてなかったと思うと、まあ一気に点差がついて第1セット終わってしまう可能性もありましたからね。まあ、先ほど最初の方に言ったように点差をつけられてセットが終わってしまうと、まあ、その後のセットで追いつくのはかなり難しくなるといったところがありますので、まあ、たとえ負けるセットになったとしても、まあ、40点以上はなんとか取りたいなっていうのは、まあ、特に2番手3番手のチームっていうのは考えていることですね。対して起死回生、ここはフォルトになったんですが、まあ、1番手になっているチームに関しては絶対50点は取りたい、まあ、その上でさらに点差をつけるぞっていったような考え方は絶対知るはずですね。フィンスカルズゴールド、騎手体制が取れなかった6番、ここを捉えていきます。これで31点。まあ、ヤヤウォーチもこれやることがかなり限られているので、まあ、大きな点数出すよりかはっていうところで後ろの6番狙っていきますが、捉えきれず、フィンスカルズゴールド以外の2チームがフォルトという形になって次のターン入ります。騎手体制6番12番っていう形、12番がねロブでなんとかっていう場所にはあるんですが、どうでしょうか。続けて6番に行くのか、それとも別のところからアプローチ2本を倒します。まあ、ここは明らかにフォルトを消していくような動きでしたね。これで34点。まあ、明らかな勝ち方って4番12番はかなり難しいので見えてはないのかなと思うんですが、まずは点差をリードしていくっていうところを重視しましたね。フィンスカルズゴールド、ここも6番後ろから点数をもぎ取っていきたい。うん、ここは6番捉えきれず。フィンスカルズゴールド、4人が4人ともね、低くて強いストレートをしっかりと投げてきますよね。で、ヤヤウォーチ26点からどう立ち回っていくか。もうずっとちょっと難しい形が続きますが、ここはソフトブレーク。こっから5本もぎ取ってきましたね。まあ、さらに大きい点数出なかったので、カウンターもされない形で進みましたね。まあ、なんとかそれぞれのチームが創意工夫を重ねて、まあ、この点数まで持ってきているといった第1セットになります。騎手対戦4番、12番ありますが、それをそのまま狙っていくか。ここは5本倒れましたね。これで39。11番はこれ全く見えてないと思うんですけど、3番の後ろなんですよね。まあ、なので2ターンに分けるかもしれない。さあ、フィンスカルズゴールドの9番、10番というのがちょっと目が出てきたかなって感じですね。集団がやや分かれてきたところ、バックハンドで10番狙いますが、倒れたね、横に35点になります。この一投で10番が少し顔を出しました。ただ、後ろに4番、1番上がるというところで、繊細な場所ではあります。さあ、ここでモカ選手ですね。やや王中。3番手ですが、10番が出てきたというところで、チャンスが生まれそうな場面になっています。9番、10番ですね。形は見えてるけど、それを通せるか。
10番捉えた、健康一滴、これしかないというところを太い竹通してきました。そしてこの10の位置がなり、他のチームにとっては触れないところに入りましたね。騎手対戦も1番10番っていうところが、まあ見てたはずだったんですけど、その10番っていうのが方々消えた。さあ、これでどうしていくのか、先行ですからやはり取りたいセットなんですが、これは11番狙ってましたね。この正面から見たときに、わずかに左に出ているこの11番というところをサイドバイ狙っていきましたね。いやー、かなり期待値もね、取れれば強いプレーっていうか、まあ、高難易度のプレー狙っていきましたね。フィンスカルズゴールドは、まあ、ヤヤウォーチのラストスキットの9番というところに対してディフェンスをしていくような形で2本になります。まあ、最高の形としてはこれ3本ダウンして12が出ればっていう38点だったんですけど、点数は1点足りず37点ですね。ただ、で、次のターンでの勝利というのはまだなさそう。いや、ヤヤウォーチ9番でしてロブスローいけるかどうか、落合選手。まあ、3番手なのでね、点数としてはかなり、もう41点とかでかなりいいところに取ってるんですが、できれば勝ちたかったけど、ここは2本。まあ、3チームすべてに、勝利の可能性が難しいけどあるみたいな感じですね。騎士体制続けて11番、この3番の真後ろのところに対して縦狙っていきます。かなりアグレッシブに攻めてきますね。これで41点。9番は、まあ、集団9、4、10で並んでいるところがありますので、そこから取ることは可能か。フィンスカレスゴールと37点、13点をまずどうやっとっていくか。11番が入りましたね。まあ、やはり負けていったとしても点数は取ろうといったところで11点が入りました。ただこれ2点が今当てた11の後ろにあるので、ちょっと難易度は高そうですよね。ヤヤウォーチ7番エンドラインに張り付いているところ、果敢に狙っていくが、わずかに後ろ、ちょっとか高くなったかなって感じですね。このセットでの勝利はお預け。騎手体制9番、このサイドワイはかなり可能性は先ほどよりは出てきましたね。居抜けるかといったところ、わずかに左、十分可能性ありましたね。そしてフィンスカルズゴールドに順番が回ってきました。この2番ですね。そう、この2番、これ結構怖いですけどね。11番が手前にあるところに出してバックハンドっていうのがさらに怖い。勇気を持って投げ込んでいった。2番倒れて50点ミスケメンター。フィンスカルズゴールド混戦のファーストセット制しました。まあ、ただ他の2チームに関しても40点以上っていうところの、まあ、最低限の点数っていうのはクリアしていったので、合計点ので戦うこの試合に関してはまだまだチャンスがあるといった状況。第2セットに入ってフィンスカルズゴールドがブレイクのセットです。まずは9点から入っていきます。まあ、なので、どのチームに関しても、まあまあ、全然まだチャンスはあるよねっていうような感じでいると思います。まあ、騎士体制に関しては、先行のセットで50点が取れなかったので、まあ、結構頑張らないとなっていう感じはあるのかなというところですね。2番手になったヤオーチは、オーダーが太郎選手、貝塚、モッカ選手、落合選手。まあ、こう並びに変えてますね。そして、太郎選手がブレイクで10点を返していきます。あんまり大きな点数ははっきりとしたところ出てないですね。右側に6番があるっていうところですかね。まあ、それを軸にどのチームも点数をっていうところなんですけど、騎士体制ここは取れきれず、まあ、点数でねちょっと追いかけてるっていうところもあって、かなりプッシュ気味に入ろうとしたんですが、それがフォルトになってしまったというような形。フィンスカルズゴールド、まあ、2セット連続で取ることができると点差としても自然と広がっていくのですが、ここもフォルト。まあ、この距離2チームハウス、珍しいですね。そして、ヤヤウォーチ、貝塚ですが、2チームが外した6番に行かずに、このバックハンドの構え。そこから10番。あんまね、改めて見るとなんで6番行かなかったんだろうなっていう感じなんですけど、まあ、この日に関してはかなりチームして、もう攻め攻めでしたね。頭がなんかすごい前のめりだった感じがあるので、まあ、普段行かない10番のバックハンド2ターン目で入りましたね。
岸大生は6番を取り返してリカバリー。まあ確かにこのエアウォッチ2ターン目で10点取ったのは、まあ、とてつもなくでかいですね。5、6ぐらいしかはっきりとしたところが見えてなくて、まあ、フィニスカレーズゴールドも、まあ、やはりここもあまりリスクがあるところ行かないチームなので、まあ、やっぱり5、6から行くんですけど、まあ、そしてさらになくなってきたところで、岡選手がここでどこに行くかですね。まあ、先ほどのセットみたいな感じで、かなり固まってきたなーって感じの盤面ですよね。ここで10番サイドバイサイド。アグレッシブな選択肢、強気の選択肢が完全に通りまくってますよね。やはりヤヤウォーチ、まあ、ヤヤウォーチは600チーム以上いるね。この世界大会予選で唯一じゃない2チームだけ予選全勝で満点で通過してるのうちの1チームですから、まあ、自信はありあったんじゃないですかね。満点だぞって、ワイラー満点やぜとは思ってた可能性高いですね。まあ、ただこの10番やはり他のチームが見逃しているはずもなく、まあ、この距離まではまずは運ばれます。まあ、これに関しては仕方ないですよね。まあ、10番2回なんですけど、まあ、これだけ運ばれちゃうと、まあ、10番2回無理していかなくてもいいかなっていう、まあ、頭にはなりますよね。ここでまずは3点ソフトブレイクで、まあ、しっかりとつなごうっていう感じで入りましたね。まあ、もちろん10-10で連続取れれば点差っていう意味ではすごくでかいんですけど、まあ、そんなうまくいかずはないといったところで、ここに関しては冷静になりましたね。でここで9番が右に出てるっていうのが1個ポイントかなと思いますね。ややウォッチに関してはこれ9-8のペアっていうのが8番が中に入っちゃってるので、9番はあんまり見てないですよね。なので他のチームがこの9番を取って点数を近づけるっていうのがチャンスになってきそうだなっていうような構図になってますよね。騎士大勢ここも強気で後ろの10番行くんですが、フォルト、まあだんだん点差が開いてるので、このセットなんとかしなきゃっていうところで、まあ、かなり強気の選択肢を取らざるを得ない状況になってますよね。でそのフィンスカルズゴールドがバックハンドでこのサイドアイ9番、やはりそうですよね、出てきたところしっかりと取り返していく。ただ同じ33Dになったので、98っていうのはお互いにないよっていうような状態ですよね。ここでややウォーチが、まあ、17点、10番7番っていうのも、まあ、ちょっと難しいし、12-5っていうのももちろん難しいところでブレイクをして、まあ、ラス1をも出しましょうっていうような選択を取りましたね。まあ、ブレイクの太郎選手、ブレイク担当の選手に入ったので、それを生かしていったところだったんですが、結果としてはこれ39点から11はこの位置。まあ、ちょっと簡単ではないですよね。まあ、ここに関してはっきりとは出なかったというような形になります。この残り11点というのは、分けるとしたら、まあ、下に出ているような番号の形。まあ、それ以外にも結構いろいろやり方はありそうだなっていうような状況ですよね。に対して、騎士体制。大きなポイントを取らないといけないところでこの10番、まあ、これ26になったので12-12っていう可能性は出てきますよね。全然ありそうな形にまで持ってきましたね。フィンスカルズココと、ここはバックハンドで持っています。まあ、7番が取り切れれば、まあ、10番は後ろにあってエンドラインまで行ってもあの位置なので十分可能性はあるでしょっていうような考え方ですね。ただここは3本、7点だけを取ることはできない。36点というところになりましたね。まあ、確実に2ターンはかかるような状況ですね。まあ、ただ14点というのは2ターンでいくらでも形が作れるので、対するヤヤウォーチは、まあ、2ターンで必ず終わらせるということを求められますね。まあ、これでいろんな選択肢がある中、もちろん11を直接狙ってもいいような中、何を狙うかといったところでこの5番サイドバイサイド。ここはもう、まあ、自分の投げたところなんであれですけど、まあ、次のモカ選手が、まあ、絶好調だったんで、まあ、今真ん中に浮いてるフリーの6番、まあ、これがある程度押されてももう、まあ、取ってくれるだろうっていうところで5番を取ってアシストに
したっていうような選択ですね。まあ、たまたまサイドバインチ取れるところに5番があってよかったなっていう感じですね。またこの6番は結構強くて、止められても4番とか2番とかで何とかできるし、フィンスカレーズゴールドってはこの6番を止めた後の8番っていうのが、まあ中に入っちゃってるんで、2ターンきついなっていう感じの6、8なんですよね。なのでこの6番結構強いなってとこで採用した。というような理由があります。まあただ、一旦はこれ6番ちゃんとディフェンスをするぞっていうような、まあ、まずそういう入りになってフィンスカレーズゴールド、まずは出てきます。まあ距離的には出なかったですけど、確実に1メートルは押したかなって感じですよね。でここでモカ選手ですね。かなりね、予選から好調だったんで、これくらいの距離でやってくれるでしょみたいなところの、まあ、チームとして信頼があった感じですね。まあ、距離的には8メートル9メートルの間ぐらいになってくるんですが、これをまず取って50点に乗れば、まあ、ほぼほぼ点差は変わらない状態で第3セット最終セットを迎えることができるというようになります。この6番通した、プレッシャーのかかる場面、強気の勝負通しました。ここで50点やおうち、合計スコアフィンスカレーズゴールドやおうち1点差というところで第3セットに回ります。そして、まあ、スマホがあったかくなっちゃったため、ここ3ターン目からいきなり入るんですが、このような状況です。ヤオジが今3ターン目の先行の7番を当てて26点乗っています。で26点乗ったというところで岸大成がアンビナブルですね。もうここで50点を岸大成この時点状態で取っても点数的に追いつけなくなってしまうというところなので、ヤオジフィンスカーズコードに3ミス0点にさせるっていうことが必要になっちゃうといったところですね。だからかなりきついです、岸大成にとっては。まあ2チーム相手を3ミスさせて0点にさせるっていう、まあ、こと自体はいろいろやり方あるんですけど、まあ、この大会がやっぱね、どうしても時間制限があるので、どんだけディフェンスになっても時間制限が来ちゃうとその時点で終わっちゃうというところになってしまうので、まあ正直こういう状況になってしまうと、もうこのルールでは勝つのは厳しくなると、まあ、いったところなんですよね。まあなんで個人的な意見として言っちゃうと、まあ3チーム戦はまだいいんだけど、まあ合計点戦は、まあ嫌いっす。まあ嫌いです。個人的な話ですけどね。で、かつ、まあこの世界大会のこのチーム数がめちゃくちゃ多いっていうところなんで、どうしてもこういうルールにせざるを得ないっていうところは、もちろん理解しておきつつも、まあ好きではないなっていうルールですね。まあ合計点っていう考え方自体が、まあもう一回50点ぴったりにすれば勝ちですよって言われてきたのに、そのぴったりじゃなくても40何点でもまあまあいいよみたいな空気になっちゃうのが、まあ、個人的にはあまり好きじゃないっていうところですよね。まあ、ただそういうルールはルールなんで勝ちに行かなきゃいけないっていうところがこの第3セット、まあ3チームの思惑というところになってきますね。ほぼ勝負はフィンスカレーズゴールドとヤーオーチに絞られて、ヤーオーチがまず先行なので有利な形で先に投げれるといったところで30点乗せてきてるんですが、先ほどのスローで岸大成がね、強めにブレイクをして真ん中ばらけさせたというところで、フィンスカレーズゴールドとヤーオーチお互いにもう2投で上がれるような形っていうのが完全にできたといったところになりますね。まあ、岸大成はもちろん3ミスをさせないといけないので、まあ、全体をばらけさせてフォルトするかもしれない形にしないといけないといったところなので、まあ、今のブレイクっていうのはもちろん理にかなってるんですよね。ただ苦しいですというところですね。まあ、でそれぞれ勝ちに向かって、まあ、最善をなんとか尽くしていると、まあ、いった状況ですね。でそのここのばらけたところからフィンスカレーズゴールドがまず11点を取って29点に乗せたといったところですね。そして、ヤヤオーチが残り20点どう作っていくのかっていう、いろんなやり方がある中で、まず太郎選手が投げるところか、
9番になるというところですね。まあ、これいろんな考え方があって、まあ、フィンスカルーズゴールドは、次に11をディフェンスして10を取れば勝ちなんで、まあ、かなり、まあ、守りさえすれば勝てるっていう状況ですね。でもし先にそのヤーオーチが先に11番後ろの方を触っていたら、フィンスカルーズゴールドに9番と12番右に2つ並んでるところですねに行かないといけなかったので難易度が上がるんですよね。またヤーオーチに関しては先に確実にリーチにしようっていうようなマインドで9から入って最後11を狙うといった形にしましたね。だから本当に強い卓を取りに行くってことを考えたら、今のところはまあ先に11を行くとか、まあ、あるいは10番を行くとかだところだったんですけど、まあちょっとリーチをしたいっていうところが優先になっちゃったかなというのがありますね。まあ、これ太郎くんとも話して合意はしたところなんですけど、まあ太郎くんの方はまあロングレンジに対しては調子は良かったので、まあ冷静に考えたら先に11太郎くんに行っちゃって、奥が9番っていうところを、まあディフェンスされにくいし狭くなったとしてもサイドワイとかが使えるからいいよねっていう話は後でしました。まあただそのこの試合の中で、まあ、勝ちたいで先にリーチしときたいっていうような気持ちが出たし、まあ、もちろん太郎くんが先に11後ろ行かれて外す可能性も全然あったのでっていう選択はこの試合でしましたね。あれ難しいし先に投げるんですけど僕は外します。貝塚は外しました。やっぱりちょっと近めのところではね、サイドワイドがバックハンドで繋げていたんですけど、ちょっとやっぱりロングレンジで嫌な感触っていうのはずっと残ってたのが、ここも出ちゃったかなっていうところですね。そして岸大誠は、フィンスカルズゴールドに10番を、まずはディフェンス。まあ試合が終わっちゃいけないので、岸大誠にとっては。まあ10番なんだかディフェンスして、この位置になりますね。そしてフィンスカルズゴールドが、その押された10番に対して、ラストスローを狙いに行くといったところになります。完全に一投の勝負になりましたね。2セットやった上で92点と93点で合計スコア1点差つかなかったので、まあ正真正銘の勝負ということになったんですがっていうところですね。この10番後ろの11番というところがあるのでちょっと邪魔な位置にありそうなんですが、それをもともせず10番最後はフィンスカルーズゴールド6ターンで勝利、合計スコア142点でベスト64進出ということになりました。いや僕はだからここで敗退と、いやオチはここで敗退ということになりました。モルキッシュマッチフィンスカルーズゴールドスプリンター選手、まあ、去年の国別対抗でも優勝したメンバーの人でしたね。そういえばこの1セット目のね、この2番簡単じゃなかったんですけど、これきっちり決め切ってまずパースセット取ったっていうのが、まああとに繋がりましたね。いや素晴らしかったです。今後の配信予定、まだ国別対抗戦の日本以外の試合が2試合分取ってるのでそこまで出します。あとはプライムリーグの新シーズン直前スペシャルっていうのをどっかで配信でやろうと思っています。さあそして残り、まあもう土日で終わっちゃうんですけど、プライムリーグチャレンジ昇格を目指す長期戦のエントリーは受付中ですということで、世界大会本戦の動画は僕から出せない以上で、そうですね、本戦の、1日目の予選ですね、予選リーグの動画がいくつかあるんで、まあ、そこはまあおいおい出していこうかなというところになってます。いやまあ、僕は参加しますね。オーチネクストチームメンバーがめっちゃ強かったので、まあ、この試合でも、まあ、分かってもらえた通りすごく調子が良くてね、かなり高いパフォーマンスを出してくれたので、まあ、もう一個にこう上がって、まあ、上に連れて行きたかったなっていう気持ちだったんですけど、まあ、最終的にはかなり悔しい結果になってしまったところですね。まあね、みんなかなり上手かったのでぜひ他の大会で皆さんが誘ってあげてね、この大会に一緒に行ってくれればいいなと思ってます。ということで世界大会の
1回戦の動画でした。ではまた次回別のモック動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。